みんな旅してる？どうもしげです。広島お好み焼き秋の宮島原爆ドーム。それではスタート。広島駅に到着しました。まずは宿まで歩きます。今回の宿、相鉄フレッサイン広島駅前到着。チェックインしました。スタンダードダブルルーム。ブッキングコムで予約したらやたら安くて、このクラスで1泊4000円以下、ありがたい。室内のユニットバスもとても清潔で広々してますね。 Wi-Fi 高速、作業も問題なし。夕方になったので飲みに行きたいと思います。せっかくなんで路面電車に乗って店まで向かいましょう。路面電車ってゆったりしててなんかいいよね。やべ、別のルート乗っちゃったからここで降りて歩きます。広島は市内に川がたくさん流れてます。これは京橋川。ビールスタンド重富名店らしいので、まずはこちらへ。営業はわずか2時間、ビールも2杯まで、滞在は20分まで。砂時計で時間計ります。メニューは5種類あるようです。泡切3年継ぎ8年、厳しい世界だね。昭和8年、89年前の船をもとに復刻をしたビール缶です。ビールが出てくるスピード感が現代のサーバーと比べると4倍から5倍の速さ、勢いよく1回で一気に継ぎ切ってしまうので一度継ぎです。お風呂上がり、まずは一度継ぎをお願いしました。めちゃくちゃ爽やかな喉越し、キレが良くてうまっ。続いて三度継ぎでお願いしました。三度継ぎ、一度継ぎとは全然違う。現代のサーバーと89年前のサーバーのコラボのビール、ほんと全然味が違う。まろやかですごい甘み感じる。2軒目、中ちゃん行ってみましょう。2軒目、1杯目、アサヒスーパードライチュー。メニューはお好み焼きを中心とする鉄板系がメイン。まずはザーサイで中継ぎ。名物だというウニクレソン、なんだかとんでもなくいい匂い。バケットをよけるとウニクレソンが登場したぜ。ウニ、バター、クレソン、大人の味。2杯目、ブラックニッカハイボール。締めのお好み焼きそば入り、なかなかでかい。パリッパリの焼きそばに濃いソース、こりゃ酒が進むね。チーボーっていうヤクルト的な乳酸菌すんごい推してるので、気になって頼んじゃったよね。チーボーサワー。うわー、乳酸菌、甘い優しい、飲みやすい。
うまかったね。かなり大人の街を歩いて帰ります。歩いていい宿に帰ってきました。今日は早く寝よう。明日は厳島神社に行く予定。おやすみなさい。おはようございます。ホテルの無料コーヒー飲みながらしばらく編集。おはようございます。今日は秋の宮島、厳島神社へ。まずは電車に乗って移動します。宮島口駅まで30分弱。駅から少し歩いてフェリー乗り場へ向かいます。3分ぐらい歩いて旅客ターミナル到着。出航しちゃうので急いで乗り込みます。11時5分、あっという間に出航です。2階は屋内シートになってて、ここ3階は展望デッキ。運賃片道180円ってめちゃくちゃ安いね。宮島近すぎてすぐそこに見えてます。厳島、通称秋の宮島、10分ほどで到着。宮島上陸と同時に晴れてきた、ラッキー。秋の宮島は日本三景の一つなんですよね。宮島案内図全部回ると結構あるみたい。厳島神社までバリバリの観光地ですね。いよいよ世界遺産でもある厳島神社到着。参道脇にはベンチがたくさん置いてある。いやはやすごいいいところじゃないですか。ずっとぼーっとしてたいな。ぬおー待ってくれ。肝心の大鳥居、思いっきり工事中やん。干潮かつ工事中、これもまた旅よの。ここから先300円払って社殿に入っていく。朱色が美しい回廊が続きます。大きい神社ですね。本殿とても立派だ。本来であれば海に浮かぶ大きな鳥居がここから見られたんですね。鳥居だけじゃなく社殿も全部海に浮かぶ設計になってるんですね。これ登れんのっていう大きな丸い橋。通行止めになってるけど、反橋という重要文化財なんだって。野生の鹿いるって聞いてたけど、ほんと普通に歩いてるね。そしてうんこした。宮島は歴史的な街並みが残ってて落ち着いた雰囲気。こんな立派な五重の塔もありました。高さ 29.3 メートルあるんだって。五重の塔の目の前には千畳閣。これもびっくりするぐらい巨大な建物だ。焼き柿の林、焼き柿1個食ってきますか。店頭で食べられなかったので柿福丸で柿食います。焼きフライセット、これで500円はお得だね。焼き柿もめっちゃうまいし、トロトロででっかいカキフライも2個お得。宮島桟橋から船に乗って帰ろう。帰りは行きと異なる JR フェリーに乗船。先ほどと同じく2階が屋内シート、3階が展望デッキ。宮島出港。船到着、本土側に戻ってきました。腹減った、昼飯食いに行くぜ。宮島名物だという穴子飯の上野行ってみよう。これが名物、穴子飯上。油少なめのうなぎみたい、うまみしっかり、うまいわ。炭火で焼いた香りもすごい香ばしい。
固めに炊かれた米も好み、うまい。宮島口駅から電車で中心街へ帰ります。広島駅方面の電車が到着。広島駅到着したのでスタバで少しコーヒーブレイクしてきます。いつも通りアイスコーヒー飲みながら動画編集。夕飯まで宿にこもって作業します。やっと動画の公開終わった。ホッピーでハッピー。遅くなったけど飲み行きます。お目当ての店入れるといいんだけど。お目当ての発祥、電話つながんないと思ったら臨時休業だった。いやー、店どうしよう。この辺中心街ど真ん中っぽいっすね。なんかすんごいわちゃわちゃしてる焼き豚あるから行ってみようかな。大黒計画狂ったけどとりあえず飲みましょう。各ハイボールメガ。とりあえずのつまみでポテサラ、卵乗ってる。卵割ったら半熟だった。ポテサラって酒進むよね。串焼き5本盛り、先に3本いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2杯目、元祖レモンチューハイメガ。残り2本のタレもやってきました。ありがとう。広島の繁華街、結構タクシーの車列えげつないわ。明日も広島に泊まるので今日は軽めで帰ります。歩いて宿に帰ってきました。今日は体力温存じゃ。溜まってた服洗濯と乾燥で500円、コインランドリー4台あるのすげえ。明日は広島市街観光。おやすみなさい。腹減ったので広島名物だという汁なし担々麺食い行きます。汁なし担々麺の名店国松到着。並んでるね。汁なし担々麺、辛さを選べるので今回は2辛。汁気がなくなるくらいまでよくかき混ぜてからいただきます。ある程度食べ進めたら50円の温泉卵を追加。トロンとした半熟を全体によく混ぜ合わせたら、麺を食べきったら最後は50円のパンライスを加えて、卓上のタレとともに汁がなくなるまで完全に混ぜ終えたら、食べ終わって気づいたけどめっちゃ跳ねとる。ちっちゃいことは若ちこ若ちこ。広島市街観光スタート。こちらが県民約278万人広島県庁。広島護国神社の鳥居をくぐって広島城へ向かいます。史跡広島城跡、結構広いお堀。本丸跡地、今は緑豊かな公園になってますね。広島城天守閣、木造で味があります。天守最上階にやってきました。北側、中心街からは外れ、マンションが立ち並んでいるように見えます。広島駅方面の東側、
タワマンがいくつか立ち並んでますね。中心街が広がる南側、この辺りではダントツで都会ですね。西側はまさかの団地ビュー、特に何も見えません。広島市民球場の跡地行ったら今は真っさらになってました。マジで街のど真ん中だから、ここで試合あったら盛り上がっただろうね。そしてずっと来るべきだと思っていた原爆ドームやってきました。柵の内側には入れず、外から眺める形になるようです。柵の外側をぐるっと回ってみたいと思います。原爆ドームは爆心地から約160メートル離れ、上空600メートルで原爆が爆発したそうです。教科書で見た通り、外壁と柱だけが残っている状態。周辺の写真、原爆ドーム以外全て吹き飛んだんですね。目の前の川の対岸には修学旅行生がたくさんいます。原爆ドームすぐ近く、島内会員の前に爆心地の火が立ってました。この一帯は約3000から4000度になったということです。続いては原爆ドームの対岸、平和記念公園へ向かいます。平和記念公園からのドームが写真でよく見る景色かもしれません。平和記念公園は緑あふれる広々とした公園。公園内には大きな平和の鐘や原爆のこの像など、さまざまなモニュメントがあるようです。原爆死没者慰霊碑ということで手を合わさせていただきました。それでは平和記念資料館で原爆の被害を学んできます。いやー、展示の内容が悲惨すぎて見るのが辛かった。やはり何があっても原爆は使っちゃいけない、改めてそう思いました。こうしてみると広島って本当結構都会だよね。夕方飲みに行くまであと少しプラプラしたいと思います。本通り商店街、どでかくて立派なアーケード。八丁堀駅周辺にいるけど、この辺りが一番の中心街かも。何はともあれビールスタンド重富でいっぱい引っ掛けていきましょう。ということが現代のフラワーと比べると4倍から5倍、勢いよく1回で一気に突き切るので一度昨日入れなかった夜間堀発祥リベンジ行ってみよう。朝日スーパードライチュー。お店おすすめのそば肉玉焼き上がりました。880円でこれはすごいボリュームだね。シャキッとしたキャベツともやし、パリッと焼かれたそば、もちっとした生地、食感の違いがうまい。2軒目、外から見て気になったモントナインでちょろっと一杯飲みたいと思います。レモンサワーが名物のお店のレモンサワー。爽やかな香りでほのかな苦味も感じて、本格的なレモンサワーって感じ。広島といえば牡蠣でしょ。生牡蠣4つ。だったらね、それでまたその時に行けばいい。めちゃくちゃ濃厚でうまみしっかり、いいね。広島駅の反対側、駅西というエリアが面白いらしいのでちょっと行ってみます。結局腹いっぱいだったんで宿にこもってゴロゴロしました。おやすみなさい。おはようございます。宿チェックアウトしたので昼飯食いに行きます。朝9時半から飲めるという現像本店行ってみましょう。最近刺身食ってないから刺身定食にしました。
刺身はタイ、サーモン、しめ鯖、イカかな。駅前のスタバで少し時間潰します。すんげー広いスタバ、アイスコーヒー飲みながら作業します。まずは新大阪行きのこだまで三原へ。約30分で乗り継ぎ駅の三原に到着。三原から山陽本線に乗り換えて尾道へ向かいます。尾道駅到着、今回はここまで。広島からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。